今回ご覧いただくこちらの映像は、私立モンスト学院4のガチャを200連して、対象のキャラがどのくらい出るか検証した映像である。24% を20赤で引くので、24% の暴力を解くとご覧あれ。10連目。目標は全キャラに大切である。ミソラ、ナルトコラボのにおわせかもしれない。テキーラ、コナンコラボのにおわせかもしれない。と、ソウソウのフリーレンコラボのにおわせかもしれない。10連目は工場キャラ3体。20連目。ラピュタ確定。片方靴を落とす症状。少し前に焼けた首里城。テセウスベッドだぜ。アブドゥグ。20連目はテセウス1体と工場キャラ3体。30連目。ストライクショットショットショット。ショコラちゃん。ルビーに周遊。コーディア。30連目は工場キャラ4体。そして星田前。ウルバリンゲットだぜ。40連目。カトキヨ、オイッチニーサーシー、ディバティ、オシリス、スピリタス。からのアルビータン。40連目はアルビレオ1体と工場キャラ5体。50連目。2回目のラピュタ確定。カドキュースロット。メモリーアルファゲットだお。50連目はメモリーアルファ1体と工場キャラ1体。60連目。50連で全キャラコンプできたのである。明らかにフリーレンコラボより対象の出がいいのである。アザトウフス。60連目は工場キャラ1体。70連目。キン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 。テセウスアルファベット。花火大会開催中。フランクリン。70連目はテセウスアルファ1体と工場キャラ1体。80連目。リアナ。ここでまさかの通常テセウス。
80連目は工場キャラ2体からのお楽しみタイム。メモリーアルファゲットだぜ。あとアルビレオが当たれば目標達成である。90連目カーレヒカキンさん、90連目は工場キャラ2体、100連目リンゴーロード上げ印確定、アーサーの師匠、アルビレオアルファゲットだお。100連目はアルビレオアルファ1体と工場キャラ1体、110連目、100連で目標の2体ずつ確保は紙引きではないだろうか。サキュバス、110連目は工場キャラ1体、120連目不気味な音確定、ウルバリンデッド、トシエ&マツ、おでん、アルビレオアルファゲットだぜ。からのアルビレオアルファ2体目、ひざくりで、デネブ。120連目はアルビレオアルファ2体と工場キャラ5体、130連目ミョルニル、ミーミルヨーミル、130連目は工場キャラ2体、140連目デネブ、140連目は工場キャラ1体、150連目ノーノースノッピのエッタ、150連目は工場キャラ2体、160連目
メモリーアルファベット。十文字相場。160連目はメモリーアルファ一体と工場キャラ一体。170連目。通り懐で温め男。香取慎吾。170連目は工場キャラ2体。からの星玉。ゼフォン。180連目。みんな大好きパック。コーディリア・アンドリア。プラトン。180連目は工場キャラ3体。190連目。キルケゴール、メモリーアルファと一緒に絵を描いていてもおかしくなさそうである。ローラン、フリーレンコラボに混じっていても違和感がないのである。190連目は工場キャラに対。このアカウントは政宗運極の指名があるので単発5連だけ。トルマリン。5連してトルマリンゲット。以上が195連の結果である。偏りもなく欲しい数だけキャラが引けたので大満足の結果である。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。